皆さん、こんにちは。ドンスルランドニュースの時間です。今年もまた、北朝鮮恒例の人糞大作戦の時期が来ました。北朝鮮の人々は、新年早々、悪評高い、大非戦闘という奉仕活動に、半ば強制的に動員され苦しんでいるようです。北朝鮮は、慢性的に化学肥料が不足していて、その不足分の穴を埋めるために、毎年、この時期に実施されています。大非戦闘とは、誠に北朝鮮らしい大げさな表現で、実際はただの人糞争奪戦なのですが、これにはいろいろな面白おかしいエピソードがあるようです。昨年の11月13日、朝鮮人民軍の兵士一人が板門店の共同警備区域から韓国に亡命する際に銃撃されて、その治療の際に大量の寄生虫が体内から見つかって話題となりましたが、実は毎年実施されている人糞争奪戦に原因があるようです。日本でもまだ下越えが使われていた1960年代までは、少なからず寄生虫保持者が存在しました。毎年1月から2月にかけて行われる大非戦闘、いわゆる人糞集めについて、日本に在住する脱北者は、北朝鮮で何十年も厳しい生活を体験したので、日本ではどんなことでもやっていける自信はある、しかし大非戦闘だけは死んでもやりたくないと語っています。極限状態で生き延びた脱北者さえも嫌がるのが人糞争奪戦なんです。その人糞集めの実態とは、北朝鮮の17歳以上の一般市民は、1人当たり人の糞量なら1トン、家畜の糞量なら3トンのノルマを課せられ、集め与というもので、集めた糞尿は共同農場へ納めて確認証をもらわなければいけません。しかし情報筋によると、ノルマを達成しようにも調達できる糞尿にはおのずから限りがありますから、一般市民は困り果てているそうです。しかしノルマを達成できなければ処罰や批判が待ち受けているため、笑い話ではありませんが、全国各地で糞尿泥棒が頻発して、糞尿を保管している肥溜めの見張り人が襲撃されて怪我をするという笑えない事件が起きています。糞尿泥棒は逮捕されると戦争捕虜のように一列に並ばされて連行され、赤っ端を書かされるそうです。そのようなリスクがあるにもかかわらず、糞尿泥棒をやる理由は、勤務している工場や政府機関の上司から共同農場に糞尿を納めた確認証を見せろとうるさく言われるからだそうです。またそれに目をつけた共同農場のある幹部は、6万北朝鮮ウォン、日本円で約900円の賄賂を受け取り、糞尿1トンを受領したという確認証を発行しているそうです。一般市民の間には、共同農場に納められた糞尿の相次ぐ窃盗について、一度納められた糞尿があちらこちらを巡り巡ってまた共同農場に戻っているという、笑うに笑えない笑い話が広がっているそうです。ご視聴ありがとうございました。